のも昨日の夜中にですね、コロさんと連絡してて、普段は結構まめに連絡取ったりとかしてたんだけど、コロさんが休暇に入ってから連絡が全然取れてなくて、その連絡してるんだけど、多分コロさんの方で返信をする元気がなかったりとかね。で、昨日の夜中にパッとこう連絡が返ってきて、おいおい元気なのかってコロさん元気なのかってなって、ちょっと明日ご飯行こうみたいになって会ってきたんですよ。多分ほんとデジタルデトックス中みたいなの配信で言ってたと思うんだけど、それで結構そのネットを遮断してるんで、まあ僕ともなかなか連絡がまあつかないわけじゃないですかでもね、それでもいいと思ってたの。そのコロさんが元気なら、そのデジタルデトックスして僕もう連絡つかなくて心配だけど、それで元気でいてくれてたらいいなーって。でもやっぱね、連絡来てめちゃくちゃ嬉しくて、僕の見えないとこで幸せに過ごしてくれてたらいいなと思ってたけど、でもやっぱね、連絡返ってくるの嬉しいよデジタルデトックスしてるけど、音楽とかは聞いてるって言ってたのね。映画見たりとか、何の音楽聞いてるのみたいな話をしてたら、おかゆの歌聞いてるって言っててそうなのみたいな。二人で歌った U&I とかやっぱ最高じゃないみたいな話してたら、でもなんか、二人で歌ってる歌もいいけど、自分がいると恥ずかしいから、おかゆが一人で歌ってる歌を聞いてて、みたいな。で、今までなんか音楽になんか救われるみたいな感覚ってよくわかんなかったんだけど、で、それででもなんかおかゆの歌聞いてると元気もらえるから、なんか音楽の力ってすごいなと思ってって言っててさ。もうすごい嬉しくてさ。で、あとはその、コロさんに会った時にさ、もうコロさんがその場に存在してくれてたことが尊すぎてというか、安心しすぎて、僕結構自分からさ、人に抱きつきに行ったりとかって恥ずかしくてできないんだけど、さすがの僕もね、コロさんってね、抱きしめちゃったよね。感極まって、ちょっとね、泣きそうになっちゃったよね。コロさん、うん、無理に元気じゃなくてもいいけど元気なのって。本当にね、デジタルデトックス中のコロさんに僕何ができるだろうって考えた時に、なんかスノーとかっていうさ、変な顔できたりとかする機能がついてんのね。で、それで動画を撮って、もう無限に送り続けることしかできなくて僕には。なんか変にさ、コロさん元気出してねとか言うのもなんか、こう、重たく感じちゃうかなとか、でも、かといってなんか変な話すんのもなーって思って、できることはもう変なムービーを撮って送るしかできないと思って、スパムかな？違うよー！まあ、これはコロさんが元気とか元気じゃないとか関わらず、おかころの習慣というか、僕がコロさんに送りつける習慣なんであんまり変わらないんですけど、まあ、それ見てちょっとでも笑ってくれたら嬉しいなーと思って、それを送ってたらコロさんがそれ見てなんか元気出たよみたいな感じで連絡してくれたりとかして、でもコロさんが別にどんな形であっても、コロさんがねって、まあ無理に配信ができてもできなくても、コロさんが元気でいてくれたら僕はもう何でもいいからねってコロさんは結構さ、責任感強いから、なんかおかゆにも迷惑かけちゃってごめんねみたいなこう言ってくれるんだけどさ、もう僕個人的な話としたら、まあ、おにぎり屋とかコロネスキンとか、ホロライブのことを抜きで考えたら、どんな形であれ、コロさんがさ、楽しくいてくれたら僕のそれは幸せでもあるから、もうそれでいいんだよ、みたいな。いろんなこと考えると、もしかしたらこれは間違ってるのかもしれないけど、でも僕自身としてはコロさんがどこかで喜んでくれて嬉しい気持ちでいてくれるのはそれが、一番だよって話をしてて、ありがとうみたいなこう話をして、ちょっとね、おかゆたって元気出たって言ってくれたのがすごい嬉しくて、さあ、それで今日ね、コロさんが僕にね、お土産をくれて、コロさんからのお土産もあったんだけど、そのお菓子あげるみたいな感じでくれたりしたんだけど、今回コロさんのお母さんからもお土産いただきまして、かわいくない？この、なんかさ、カチ猫みたいな右のさ、カチってやってる猫の、これ置物なんだけど、このカチカチの。
あの左のこれなんだろう、小物入れ、小銭入れみたいな真っ赤な猫のやつくれてさ、でなんかコロさんのお母さんは、まあ、僕がね田舎から出てきてることをすごく応援してくれてて、おかゆちゃんは本当に田舎から一人で出てきて本当に頑張ってるってねいつも言ってくれんのね割と僕自身はまったりのんびり生きてるつもりなんだけど、コロさんのお母さんもすごいなんか僕のこと心配してくれてたりとかして、なんかおかゆちゃんは本当にいつも一人で一人ぼっちで上京してきててってそう、それでね、あのお土産買ってきてくれたんだって、めっちゃ嬉しくない